ポルトガル軍は、ポルトガルの軍事組織である。2007年時点で、現役兵装員に43,960万人、予備役21,930人。形式上は、ポルトガル大統領が最高指揮官とされるが、実際には内閣を構成する、国防大臣を通じて、文民統制を受けている。国防省参加の陸海空の3軍の他に、準軍事組織として、 共和国国家警備隊がある。ポルトガル軍は本土と海外領土の防衛と国際平和維持活動の支援に従事している。これ以外にも来た大西洋条約機構の一員としての任務も行っており、最近の活動にはギニアビサウ、東チモール、アフガニスタンでの作戦やバルカン半島及びレバノンでの活動がある。かつて徴兵制を採用しており、 成人男子は兵役に含むするとされたが2004年に廃止され、志願平成となっている。国軍は大統領を最高司令官とし、国防最高評議会が最高意思決定機関として設けられ、諮問機関に軍事委員会があり、国防省参加の国軍総参謀本部の下で、国軍の実際の調整運用がなされる。陸軍は参考旅団と2つの常設軍管区に区分し、 旅団を基本戦略単位部隊とし、その他の部隊、機関からなる。組織は、部隊能力管理者と、部隊能力運用者の2系統に分かれている。海軍は1隻の潜水艦と7隻のフリゲートを、主力に38隻の艦艇を有し、国内を5つの海軍管区に区分し、リスボンに主要基地を設け、アゾレス諸島やマデイラ諸島など遠隔地の防衛警備も担当している。 この他に、少数のヘリコプターを運用する海軍航空隊や、約1800人規模の海兵隊がある。空軍は3個の機能別集団と、その他の部隊、機関からなる。航空部隊は、航空団などを編成せず、航空基地ごとに運用されている。共和国国家警備隊は、国防省参加の国家憲兵であり、平時は内務省の指揮を受け、主に地方部の警察、 警備業務を行っている。戦時には軍が指揮を執るほか平和維持活動に国外派遣も行われる。ありがとうございます。